メーカーが死にました。幸せのバカタレ、日だまりで微笑んで、芍薬の花の匂い、風の尻尾掴んでる、雨に打たれ風に吹かれ、涙も枯れ、夏の匂い、星の瞬き、夢の続き。幸せです、うん、どうにもならない現実というかですね、どうしていいか分かりません。正直ユミカちゃんの遺体を最初に目にしたのは平野さん。死んだら忘れられるんだよって叫んでさ、作りたくないんですよそんなもの。あのユミカが亡くなった時に平野さんがカメラを持って行ってる、ね、この映像がたまたまその遺書のように残されちゃってる、それを商売にしていいのか。心ない人はそのやらせじゃないかとかっていう可能性だってあるわけでしょ。人取りゃいいんだろう。なんかだんだん本当に俺ユミカのこと好きだったんだろうか。やっぱりでもあのはっきり言えるのはやっぱあのテープがあったからなんですよ。人間は二度死ぬっていうじゃない。はいはい。死ぬ、本当に死んだ時と忘れられた時とが、うん、それは二度だっていう、本当にそうかもしれないね、うん、こんなグダグダ撮ってもしょうがないかもしれない。切ります。